懐かしいなこれ。今日は同じリズムを聴き続けると違うリズムが生まれるっていう現象を紹介したいと思います。該当歌詞はですね、私の1999年のアルバムの7曲目に入っているシーサロポピズムっていう曲の3分からなんですけども、こうなってます。わかりますかね。16部でタカ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 って弾いてたんですけども、このセクションでは2つ弾いて、まあ、F のパワーコード弾いてるだけなんですけど、2つパワーコードを16部で弾いて16分音符1個お休みっていうのを繰り返すんですね。でもこれずっと弾いてるとですね、最初はこう16分音符でダンダン弾いてるんですけど、途中からチャッカ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 みたいなリズムに聞こえてくるんですね。で、まあ、このトリックをやってるんですけども、時間が持つ力って結構大きくて、なんかずっと同じのを続けるとどっから頭かが分かんなくなって、自分の聞きやすいリズムに聞こうとしてしまうものなんですね。こういったトリックを使うと、あれなんかリズム的な面白いことがいろいろできるので、ちょっと何かアイデアありましたらですね、皆さんも試してみてはいかがでしょうか。ただこれ、こういうのってバンド単位でやるとですね、個人個人のリハーサルが結構大変なので、あんまり練習不足でバンドで合わせるとちょっとすごい時間かかるので気をつけてください。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。懐かしいなこれ。でこれその1個前が5で区切ったクロスリズムなんですよ。で5で区切ったクロスリズムの中で、次でまたちょっと反拍16分音符1個ずれたシャッフルに聞こえ始めるので、もうドラマーとかわけわかんなくなるんですよね。まあプログレってこういったトリックが結構多いので、お好きな方はやってみてください。